このドヤ顔腹立つな。いやー、はい、皆さんこんばんは。それではゴッソブツシマ続きやっていきましょうかね。今のドヤ顔腹立つな。よし、じゃあ続きやっていきましょう。まあメインミッションがどうなんだろうな。このまま終わりまで行っちゃうのかな。まだ全然ね、神谷方見てないんだけど、まあでもうーんって感じだな。いやー、今さ対馬終わった後何のゲームやろうかなすっごい迷ってた。こういうゲームあるんで実況してくれませんかみたいなこと言ってくれてる人もいるんだけどねえって感じ。まあとりあえず対馬終わったらね、あれやると思うよ、龍が如くゼロの続き。あれマジでずっと放置してたから。これ槍川の兵士が、どうぞお気をつけて。おう、お前らちゃんと弓の練習してんだな、偉いな。あれかな、ユナさんだもん。おっ、ここも人手が増えて嬉しい限りだね。だよな。まずか、槍川の兵士がこっち来れたっていうのがいいことだね。他の皆は、みんな支度は済んでるよ。ハンを殺せるのはこの対馬にあんたしかいないって先生が言ってた。一人では無理だ、しかも策がなくては。あいつは手下を従え港にいるよ。まず守りの穴を探さねば、その先にあるハンの隠れ場もな。鳥にでもなれたら楽なのに、いいところがあったよ。闇が味方のうちに立とう。いいところ、どこ？てか、あーなんかね、打点がいった気がする、いろいろと。ここがハーンの根城は泉の港、かがり火台からならよく見える。登れればだけど。気づかれなければよい。いざ行くぞ。かがり火台ね、よく火つけて遊んでるけど。言い方が悪いね。あー、なんかハテナマークのところにかがり火台。なぜハンは泉に来たの？対馬から本土に渡り蹂躙するつもりなのだろう。今を逃せば止められなくなる。そうだな、本土に行かれたらもう関係なくなるからな。下道に落ちたくせに。俺の毒の元となる花だ。猛虎が積んでいったんだね。我らを殺すために毒を使ったこと悔やんでるから。ああ、若干浅はかだったことは事実だ。真似されるとは思わなかった。資料を重ねれば大勢を危うくせずに済んだ。そうだね、ハンを殺さなきゃ。すぐに攻め入るのは無謀。崖側から回り込むぞ。物見の裏を書くのか、いいね。うお、外した。嘘やんお前、嘘やんお前。2発とも全部縦に弾かれたんだけど、その小さい縦に。逆にコントロールいいのかな。てかそっか、強い方の矢でも縦は貫通できないんだな。やっぱ安定縦貫通するゴフとかがあんのかしら。まあ、やっぱり普通が一番ってことよね。後ろからこうやって近づいてブスッ。これ多分あれだよな、普通に飛んでったら足音でバレる気がする。お、爆竹くれんじゃん。ラッシー、おい、おやすみ。あれ、ユナさん見つかった？いや、死体の方が見つかった。
よいしょ。おやすみ。めんどくせえのに見つかった。よいしょ。静かにしとけ。まあ見つかってはないみたい。まあ別に見つかったところで全員殺せばいいんだけどな。よいしょ。チュハルボ。に。マムか。え、てかもうこれ全員殺してよかったんじゃね？ずっと。外したー。こんだけ濃厚なんわし。これ別にね、死体が出てるっていうのを教えてるだけで、多分のろしを上げようって感じにはなってないと思う。どうなんでしょう。わからないんですっての違います。おい、ウドクチャハルタ。おい。いろいろいる。おい、これでも普段と比べてだいぶ見つかるまでの間が長いからあれかもしんない。よいしょ。見つかったらアウトかもしんない。本当は樽の中身は何だろう。火薬かな。花だ。毒用の。一樽で何百人も殺せる。ハーンは本土で使うつもりだ。対馬から出してこれは止めねえとダメだな。かがり火台から港を物見しよう。先に行って。誰も彼もがジンさんみたいに気力一個だけで毒解毒できるわけじゃないからな。ジンさんさ、十字下の回復でさ、毒直せちゃうからさ。あと煙玉でも直せるし、この人だいぶ頭おかしいよ。海を見ろ。ないで。嵐の前の静けさ。こちらの理になるやもな。今は火を消したままにしておくと、もうこの船の目指す印になってしまう。奴らが去ったらつけよう。さあ、物見と行くか。良い案が出ると良いな。港の町の屋敷、あれがハーンの隠れ家かもな。船着き場には水軍にも近い。賢いね。守りは堅いのか。鳥がこう描いておる。何かが来るのを怖がってるみたい。嵐だ。じき陸に降り立つのだろう。あそこに旧兵を置ける。猛虎を丘に支え込むの。騎兵に囲まれてしまうだけか。そりゃそう。あの辺りに兵はおらん。相手が馬が多いからな。あの岩場から猛虎の水軍を見て取れる。ヒヤリがあれば船を真っ二つにできるのに。ヒヤリか。ヒヤリをどっかから運んでくるっていうのもありか。ハーンは本土に向かう手はずがついておる。船には兵も火薬も積んであるだろう。俺の毒も。土まで止めねば火の元が危うくなる。大風がいつ来るかが肝になる。大風が来ればハーンは船を止めねばなるまい。その時仕掛ける。船も積み荷も壊してやる。そのためには兵器を盗まなきゃ。お主ならば安きこと。ふん。その後はどうする。小勢が猛虎の気をそらし、俺が港に忍び込む。ハーンを撃つ。いい策だ。では上額で司祭を決めよう。すいません、お茶飲んでたら変なとこ入っちゃった。ふう。喉の状態を良くしようと思ってジャスミン茶最近飲んでるのに。ジャスミン茶で喉に痰を入れてたら意味がないじゃないか。
本丸のミッションは？ああ、じゃないね。次どういう目標だった？うーわ、やだー。志村に助力を願えって。無理だろ。はよ。にゃんじゃないんだ。お前さ、人が動画撮ってる時に近づってくんなっつってんじゃねえかよ。うん、もう皆さんすいませんね。最近多分しょっちゅう声入ってる気がする。別にいいんだけど。昨日はどこ行ってた？いい知らせがあるよ。策が出たのか。ケンジがヒアリを盗めそうな場所を見つけた。今から向かう。幸先が良いな。だが兵の数が足りん。ダメだ。おじ上もハーンを葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。捕まって牢屋行きだ。では叔父上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。志村城に行くのか。陣の道、地頭の心。よし、叔父上への文が書けた。城へは馬に乗っていかなきゃね。え、別にワープしていけるけど。死んだ馬にはかなわないけど。え、何何、どういうことどういうこと。あ、新しい馬用意してくださったんですか。え、別にいいけど。今までの子で結構気に入ってるし。あー、どっちかみたいな。あ、お前でもいいんだ。前はさすがにちょっとやっぱ乗ってるとかわいそうになってくる。あー、真っ白い馬はいないんだな。黒いのにしよう。はい。どうどう、怖がるな。仲良くしよう。名前は何にする？あー、影。影、世を守る闇。うん、いい名だね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。てか志村城は壁に穴多すぎるだろ。本当に毎回思うけど、どんだけだよって思うぐらい穴開いてるもん。つか普通にワープさせてくれんのか。あー、ハゲって言いづらいな。あー、でもこっち側からじゃ行きづらいか。こ の門閉めてあんの偉いな。あのさ、前回っていうか、みんなが見てないっていうか、俺が裏作業してる時にさ、ここ行ってきたんですよ。これ伊藤取りで入れなかっただから志村様の統治下にあるところには入れなくなってるっぽいね。ちゃんとワープするとこ間違えましたね。なんか楽はしてするもんじゃねえってことだな。おとなしく2キロ馬で走ればよかった。俺がもうただただ研修めんどくさくなるだけだけど、最近本当にもう極力編集しないように、移動中だろうとなんだろうと常々喋ってる。賢いことをしてるから。なんでもない自分で賢いって言ってうんってなったよし、じゃああれ使いますか。気に見つからなくなる装備ありますか。見つからなくってか、見つかりづらくなる装備っていうありますから、こちらを使っていきましょう。おー、またこの時期に水の中入んのか。やだやだ。ジン、何をしておる。お前顔変わんねえな。ああ、夕げの魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。おじ上にご子息が生まれたら私は捨てられますか。バレるわけないだろ、こんな性格悪いやつの。ジン、妖霊。
思い違いをするな。わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。まあそうだよな。いやだ、正直俺も散々言ってるけど、あの志村様の気持ちはわかるよ。だってね、武士として上の人間の命に背くわけにもいかないっていう気持ちはあるだろうし、でまあそれ以外もいろいろあるんだろうけど、まあ興味はないからいいや。いやー、わかるんだけどね。でも元を正せば誰のせいで、崖側には物見はおらんな。ね、間違った道に行ってしまったかっていうのを覚えててほしいんだよ。また冷たくなった。そりゃそうよ。物見はいねえけど釣りしてるやつはいる。お侍が目を光らせてます。おう、お前、釣れんのか。別にいいけど。あー、何やってんだお前。お前この野郎。さあ、こういう崖もさ、一つ登るだけで。あ、こっちか。うう、怖い。久しぶりに怖い。あの野蛮を登った時以来だ。よいしょ。怖くないこれ。危なー。マジ。墓が。ねえ。物見を殺せば化け物になり下がったと示すだけ。ああ、分かってる分かってる。殺さなきゃ。危ねえ。殺さなきゃいいんでしょ。大丈夫だって。殺したいけど。殺したいのは山々だけど。城ってあれでしょ？ん？どっちに行くの？あ、まあそっちだよね。出た。この辺は人全然いないんだな。あれか。ここの辺を適当に通って、橋の下、毒盛るときに使ったルートが使えるはずだから、このルートで行けるはず。全く同じルート。鍵縄を使って橋の下を通るか、または何か他の手を探すか。いや、めんどくさいんでいいっす。あ、まあでも結構壁そこら中穴だらけだからな。一箇所入れる道があるとすれば、ここからじゃどんだけズームしても見えねえよな。そこの壁のね、左側あたりが入れるんだよ、多分。R スティックだっけ。これ押し込みで潜れるんだけど。でも潜るとこないよな、普通に考えて。流れが強え。登るとこないから、無理かな。いや、あのさ、前回毒を仕込んだ時に壁の穴っていうの見えた気がする。あれないかな。あれ前回毒持ったのってどこのポイントだっけ。引かれちゃったかな。まあいいや、普通に橋の下取ってこう。これ多分まっすぐ落っこってこうとしたら死ぬんだろうな。てか、あの小賀くんまだいたりすんのかな。よいしょ。小賀のあいつに関しては、なんかだ。兄さんそれ大丈夫？おっ、うまっ。戦いそうな気がする。わかんないけどね。同じ武士同士で戦うなんて、そんな泥沼なことがあるかどうかはわかんないけど。
戦いそうな気がする。あんま覚えてないんだよな。よいしょ。だけど俺らはアキュードだ、侍じゃねえ。キヌーリのアラタロ、覚えてるか。あいつクロードの毒を手に入れてトメに持ったらしい。唯一の商売がたきだったからな。トメもかわいそうに口から血を吐いた。だから身を調べられた。あー、なるほど。志村さんを殴るわけないのよ。僕に対する警戒をちゃんと強めてるの。あっ、ラサ、えっ、話聞けるかな。これ上いないよね。どこで話してんだろう。あれかな、建物の中で話してるかね。おお、捕まった。俺今ずっと何の考えもなしに上登ってきたわけじゃん。この辺だな、あの辺で喋ってるんだな。志村城ってもうこっち側から入っちゃうとくるっと半周していくしか入り口に迎えるルートないんだよな。インってとこか。あー、後ろのやつ邪魔。お前もそっち向いとけ、邪魔くせえ。ダメだなあ、危ねえ。いや、てか、いけるかこれ。セーフ。クロードの鎧強化しといてよかった。ここから登れんな。前回はなかったルートだね、ここは。てかまあ前回は城入るのが目的じゃなかった。星上、蹴取られてはならん。うわ、怖っ。お前の敵を飛ばしたかった。ジン、恨むぞ。恨んでくれていいぞ。その分俺もお前のことを恨んでやるから。俺あれだな、どっか別のルートがあれば。ああ、いや、ああ、バカだねあいつ。掘りまーす。ありがたきお言葉でした。身が引き締まる思いです。猛虎は対馬で食い止めねば。将軍様の場所を危うくさせてはならない。猛虎は酒井殿と同じ毒を作れるようになったとか。わしの前でその名を口にするな。お許しください。あやつのせいで敵は民を毒で殺す術を得た。いやー、その説はもうほんとすいませんね。うわー、こっちみんなハゲ。逃しません。城内をくまなく見張る。何かあれば知らせる。承知いたしました。まなく見張るとは枯れてませんけど。いや、もうだからそのさ、はしご版が無能なんだって。絶対槍川の人かなんかでしょう。目指すは最上階、今なら忍び込める。じゃじゃね、無茶じゃね。え、どっから出んのこれ。どっから出れる。
爆ね。あ、なるほど。両学の2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも境、いえクロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回しで、猛虎を撃ってから来るんだよ。しかし将軍様のご下旨は、言われずとも分かっておる。なれど今は猛虎を撃つことが先決である。仰せの通り。あ、俺この前あの橋直すゲジがどうのこうのっていう、あれ別に悪い意味ないのか。なんか俺ゲジっていう悪いあれなんだ勝手に。うん、どっから入んだこれ。はしご登らなくてよかったやつかな。あったやつっぽいな。入ってきたとこっていうか、こっち側から入れるんだよな。俺の座敷、ここに帰ることはなかろう。ないだろうな。すいません、失礼しました。すぐ出ます、すぐ出ます。あ、あいつ。これ以上探しても無駄だ。反対側とかから入れた。いないよな。え、どっから入れんだこれ。ジェイさん、どっから忍び込んのこれ。はしごあんのはわかるんだけど、入れた場所なくね。あ、そういうこと。ねえ、それは俺が愚かだった。何あの兵士、急に走り出したの。怖っ。はい、窃盗。平らから窃盗、しかもいらないもん。まあ民に売って民に買わせる方がいいよね。いないな、降りて大丈夫だな。お目に留まりそうなところに。よし、帰ろ。お前の首ならいつでも取れんだぞっていう挑戦状です、ね、だ。出会え。おじうえ、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。兵貸せ。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、しかし大風が来れば、その時こそ猛虎を撃ち船を沈める時。何とぞご加勢よ。そしてまた間見えんことを。父とことは申さぬまでも、歩む道をたがえた武士として、おじ上がいかがお考えになろうとも身内には変わりませぬ。なんか今またすっと高いところから降りてったな。なんだあいつ、やっぱもう人間やめてね、この人。やっぱ志村城って簡単に入れるんだな。え、何、え、もうこれで終わりな感じ。影ちゃんトップの代わりじゃないけど。うわー、最後の出た。もう右下にハーンを倒し猛虎を退けろって書いてあるもんね。じゃあやりましょっか。もうすぐ、どうせ長くなるだろうからね。っていうかさ、多分このルートだからさ、あ、いける。ちょっと決戦の前にさ、新しい相棒と一緒に墓に参りに行こうぜ。ああ、なんかね、さあこういうちょっとしたポイントとかでさ、お辞儀のエモーションするじゃん。ちゃんと演出みたいなのがあるんだよね。ああ、決着つけてくるか。
ハーンとの戦いに。よし、影。